ヨッピクより良いハンガリーのための運動、通称、ヨッピクは、ハンガリーの政党である。ヨッピクは2002年、カトリックやプロテスタント系の大学の学生たちにより、発足した右翼青年協会を前進とする。2003年10月24日、ゲルゲリー・ボングラッツにより決闘。2010年4月の総選挙で、世界同時不況の苦境にあえぐハンガリー国民の支持を、 得て47議席を獲得、議会第3党となり、国政に初進出した。2014年5月の欧州議会選挙では、ハンガリーにおいて、第2党に躍進し3議席を獲得した。2018年4月8日のハンガリー議会選挙でも、与党、フィデスに次ぐ、議会、第2党に躍進した。ヨッピークの自警団組織、マジャルガーダのメンバーヨッピークは、 ロマ人の犯罪的発強化、移民排斥、反グローバリゼーションなどを掲げる。欧州の一部メディアでは、ヨッピクをファシズム政党や、反ユダヤ主義政党としている。実際、2009年の欧州議会選挙の直前、ハンガリーの政治サイトの電子掲示板に、ヨッピクの党員であり大学教授のクリスティーナ・モルバイによる、いわゆるハンガリー系ユダヤ人が、私を抽象するより、 滑稽した、ちっちゃなペニスで私と遊ぶ方が嬉しいわという、オフレコ発言が掲載され、大きな問題になった。また、ヨッピク内には、マジャルガーダという名の時系団組織が存在し、ナチスの突撃隊と比較されることもある。時折、反ユダヤ的なデモを行っている。デモでは、イスラエルの国旗を燃やしたり、 当主のボナガーボールが、我々は他の欧州のようにユダヤ人連中の足を舐めることを拒否するなどとヘイトスピーチをしたりしており、問題視されている。ありがとうございます。